エルンスト・ハインリッヒ・フィリップ・アウグスト・ヘッケルは、ドイツの生物学者、哲学者である。ドイツで、チャールズ・ダーウィンの進化論を広めるのに貢献した。ヘッケルは医者であり、後に比較解剖学の教授となった。彼は、心理学を、生理学の一分野であるとみなした、最初期の人々の一人である。彼はまた、現在では、ごく身近な、門や、生態学などの用語を提唱した。ヘッケルが1874年に発生学のテキストに描いた胎児の図、ヘッケル、生物の驚異的な形ヘッケル、生物の驚異的な形ヘッケル、生物の驚異的な形発達の非偶性に関する関心は論述だけでなく図解でも表現され、自然の芸術的形態の美しい生物画は今日にも高く評価されている。ヘッケルはダーウィンによる進化という思想を支持したが、個別理論としての適者生存説は支持していない。彼自身の学説は、ラマルクの思想である、陽不陽説に近い。ヘッケルは、個体発生は、系統発生を反復するという、反復説という独自の発生理論を唱えた。この説は、修正を受けながらも、今も、発生学の一翼を担っている。また、これに基づく動物の系統論を展開し、動物の多細胞化について、ガスツレア説を提唱し、これも、修正や批判を受けながらもこの分野において、ほぼ主流として位置づけられた。ヘッケルは、新種の発見、命名者としても知られている。その数は3000種を超えると言われるが、中には、今日では彼の分類や発見自体が修正されている生物も存在している。独自の発生学及び反復説を論じた科学者という側面に加えて、ヘッケルは自然の芸術的形態に代表される生物画家としても知られている。特にクラゲなどの無脊椎動物、放散虫の図解研究が有名である。彼は晩年、生物学者としてだけでなく、自然哲学者としても発言した。主著は、Die Welträtsel。19世紀中頃、進化論は科学の台頭を象徴する出来事だったが、宗教、政治を巻き込む、社会問題となり、危険思想ともなった。進化論を支持したヘッケルは、生前から誤解と中傷を受けることが少なくなかった。今日でも優生学の源流にあるとして批判されもするが、他方、生物学者として再評価されてもいる。ヘッケルは人種について未開と成熟といった表現を不用意に用いたため、様々な批判を生んだ。人類の起源はアフリカ大陸にあるとしたダーウィンらの単一起源説と対立し、アジアにあると主張したことで今日では、人類の他地域人類進化説を唱えた先駆者とも再評価されている。バチカン教皇庁、レジーナ・アポストロルム大学大学院教授のリッカルド・カショーリとアントニオ・ガスパリは、ヘッケルは人種差別主義者であったことは疑い得ないとして、次のヘッケルの言葉をその評価の根拠としている。ろう者や餓者、知恵遅れ、不治の遺伝描写などの障害者たちを成人になるまで生かしておいても、そこから人類はいかなる恩恵を得るだろう。もしモルヒネの投与により不治の病人たちを言葉に尽くせぬ苦しみから完全に解放することにしたら、どれほどの苦しみ、どれほどの損失が避けられるだろう。ヘッケルの種の優生学的保存などの社会ダーウィニズム的な主張は、後に優生学として継承され、さらにそうした、優生学的な考えは、ナチスによるホロコーストを支える、理論的な根拠としても扱われた。また、エコロジーとナチスのファシズムの二つの思想の潮流を、たどると、いずれも、ヘッケルを介するという点で、共通項を挙げることができるともされる。1874年、ヘッケルが、発生学のテキストアントロプジーニを発刊して、しばらくすると、掲載された図解に、ヘッケルが意図的に改ざんを行ったとのではないかという訴えが、ヴィルヘルム・ヒスらによって出される。ヘッケルは改ざんの事実を否定する。近年の研究によって図解の改ざんがあったという批判は正当なものであるが、一部の批判は純粋な科学的な問題ではなく、当時、進化論を認めなかった勢力による政治的攻撃という変更したものであったと言われている。ヘッケルは植物の学名で命名者を示す場合にエルンスト・ヘッケルを示すのに使われる。ありがとうございます。